はい、こんにちは、ピカです。今日ね、銀座ですね。いいな、銀座は。久々の語り動画やっていきたいと思います。今日ね、どうしても言いたいことがあったんだよね。なんか最近、まあなんていうのかな、みんな頑張ってる人の頑張り方についてね、ちょっと思うところがあったんで、みんなね、頑張り方がね、頑張ってはいるのは分かるんだけど、頑張り方もうちょっとなんとかした方がいいんじゃないかなっていうことについてね、もっと楽な頑張り方、楽な頑張り方ってあって、それについてね、ちょっと話していきたいなと思います。で、その楽な頑張り方ね、なんでそう思ったかっていうと、みんなね、なんかね、もうすごい端的に言ってね、縛りプレイしてんのよ。縛りプレイ、なんか、なんで縛りプレイしてんだろう。なんかね、特にね、 YouTuber、 簡単に言うと YouTuber とかさ、まあいろんな動画がね、再生されるようになって思うことは、あのね、みんなね、好きなゲームやってあげてるだけじゃん。好きなゲームやってあげてるだけじゃん。それはね、ダメなんだよな、やっぱな。それ正しい頑張り方じゃない気がする。ものすごい端的に言うと、だって好きなゲームあげてるだけじゃさ、面白くないんだもん。だってそれに敵も多いんだもん。そうでしょ。だからなんか FPS が好きだからってね、俺も FPS が好きだからって CSGO 上げないじゃん。なぜかというと、俺の CSGO なんて誰も見たくないから。で、ニーズがやっぱりないものを上げてもしょうがないっていうさ。で、それってなんかね、何がしたいのかっていうことがね、追求されてないんだよ。自分の自己欲求をがね、すごいちょっと質がちょっと、なんていうのかな、まあ下がってるっていうか、その自己欲求の質の問題の気がするんだよね。なんか質っていうか、独りよがりになってるんだよね。それがこのゲームで俺はこんな風にね、有名になりたいとかさ、再動画が再生されたいみたいなさ、そういう風に思ってる人が多いんだよね。こうなりたいっていうビジョンが、むしろこう固まりすぎてて、それに凝り固まっちゃうっていうことがやっぱりあるんだよね。で、これはこの YouTuber だけではなく、例えばなんか、まあシェフになってこんな店を作りたいとかね。で、まあ、あとミュージシャンでも、俺はこのジャンルでこういう風にこの道筋で有名になりたいんだみたいなさ、なんかそういうのって、あのね、もったいないなって思う。だからそれじゃあね、本当に成功ってしないんだなって思うよ。やっぱりこう、きちんとしたやっぱりビジョンがあるのはいいけど、それがあまりにもね、こうじゃなきゃダメみたいな、ね、それはね、いや、ぶっちゃけ成功なんてさ、したかったらさ、こういう風に成功なんて思わなくていいと思うんだよね。何でもいいから金稼げりゃいいやとかさ、いや、むしろそっちの方が、なんていうのかな、正常かなってちょっと思うんだよね。なんていうの、そういうちょっとこう、なんていうの、品のないこととかって、まあ感じてるんだと思うんだよ。そこまでして儲けたくないみたいなさ。でもなんか俺、それはちょっと違うのかなっていう、その、
だと思うんだよな。そういうふうに考えているうちは、そこまでしたくないって考えているうちは、まあ、成功逆にねうまくいかないんじゃないかなとは思うよ。それはね、本当にやってみればわかる。 YouTube で好きなゲームプレイして、好きなゲームをプレイしているところだけをあげるってしたら、これ絶対再生されないから。そこまでして、それを犠牲にまでして有名になりたくないとかっていうのも、なんか俺は違うんじゃないかなって。そんな、なんていうの、そんなできるのって、なんかやっぱりなんかそれ BF でなんていうの、ハンドガン縛りみたいなもんで、いやさすがにお前無理だろって、いやプロでも無理だろっていうさ、ましてやこれからの新参者でやっぱりね、そこの世界に入っていこう、これから頑張って、ね、その世界でやっていこうって人は、まあ、心構えの一つとして何でもやるっていう心構えがないと、なんかうまくいかないような気がするなっていうね。ね、思うな。それをね、だからなんかね、それがすごい俺負け犬の遠吠えにしか聞こえなくなってくるんだよね。あんなやり方までして売れたくないとかさ、あんなやり方までして金持ちになりたくないって、なんとなくそれちょっとなんていうの、そうなった人に失礼じゃないかなってすごい思うのよ。そいつだってなりたくてやってるわけじゃないんだよ。やっぱ金のためにやってたり自分の欲望でやってて、それはだからそれを柔軟に対応してニーズに合わせてそこにまっすぐ最適化しただけなんだよね。だからなんか最近すごいそれ聞くんだよな。みんななんかやりたい、なりたいように、やりたい、なりたい自分に、なりたい道筋でなりたいんだよね。だからそれはね、本当に、もうこれ同じこと繰り返してるけど、本当にね、その道筋は、考えない方がいい。絶対考えない方がいい。その手段選ばない。そっちの方向にあるものだったら、もう何でもやるっていう、あ、もちろん合法的なんだけどね、ことをしなきゃいけないっていうふうには、したっていうことですね。で、やっぱりこう金が儲かるら何でもいいんです、いいんだよってね、じゃあ思えばいいのかっていうと、もう一つあって、もう一つね、その縛りプレイをするなっていう話と、もう一つあるんだよ今日の話は。もう一つ、その自己実現、なりたい自分の欲求のために努力すればそれはそれでいいんでしょって。だからなんだろうな、俺はなりたい自分になるみたいな、そのそれもね俺良くないと思うんだよね。そのなりたい自分っていうのは大体が本当に独りよがりのなんか自分勝手なエゴの場合がやっぱすごい多いんだよね。だからで、それが何がいけないかっていうと、それで自己実現したとして、自己実現欲求ってマズローのね、なんだっけ、欲求ピラミッドで言うと、ね、自己実現が一番高いんだけど、じゃあ自己実現すればなりたい自分になれば何でもいいんじゃんって思っちゃうんだよ。だけどそうじゃなくて、その下にね、承認欲求とか社会に属したいという欲求っていうのがあってね、やっぱりその
承認欲求が満たされなかったりとかするわけよ。だからこそ社会に役立つとかね、社会が認めるような自己実現っていう風に読み替えないと結構厳しいなって思うんだよね。そういう風に読み替えて、そういう自己実現をするっていう風に決めないと、なりたい自分の決め方だよねは独りよがりになっちゃダメってこと。とにかく独りよがりにならない、なりたい自分っていうものをイメージしないとね、いけないって、社会のためになるとかいう話なんだと思うんだ。でね、最近俺も YouTube やらせてもらってて思うのはさ、いや YouTube ってじゃあすごい、それがね分かるの。独りよがりのやつ絶対伸びないの。独りよがりのやつは絶対伸びない。本当にそう。そのね、それ本当にマジでそうなんだ。独りよがりだと、その動画の再生がね全然いかないの。だからこうやりたいゲームやってるだけとか、俺はこのゲームで伸びたいからこれをやるみたいなのは本当に、まあ言い方は今の言い方の問題もあるけど、いや本当に伸びないんだよ。でね、で何がいけないかなんだよ。何がいけないのか、それはね、自分のためにやってるからなんだよね。動画はなんで見るのかって、楽しんでるわけじゃん。だから人が楽しめるものをやらなきゃいけない。全く独りよがりなんだよね。逆なんだよね。ただ俺はこの動画でみんな見ろみたいな感じでは絶対見ないね。みんなが面白いと思うようなものを俺なりに考えて作ってみたんだけどね、見てもらえないかなっていう姿勢からね、それでも見られないから。なぜかというと、これみんな面白いと思ってくれると思うんだけどっていうのがまず独りよがりだから。おおよそね、おおよそ独りよがりなことが多いからなんだよ。だからこそそれを自分なりにいろいろ考えてね、この角度からあの角度からいろいろやってみてね、みんなが見たいと思う動画っていうのをね、みんなが楽しませるための動画っていうことを、もう彼女と一緒だよね。もうなんか彼女喜ばせるためにいろんなプレゼントしたり、サプライズしたり、ね、歌ってみたりね、何が喜ぶのかどうっていうのを試していくっていう、いろいろ試す、その時にね、その時にさっきのね縛りプレイの話、いや俺は歌わねえみたいな、逆に俺は歌しか歌わねえ、彼女のため俺の歌で感動できないやつは女は知らんみたいな、だから、ね、そういうのダメじゃねっていうさことなのよ。彼女の喜ばせるためだったら何でもしますよっていう姿勢、がなんていうのかな、やっぱり受けると思うんだよね。そういう姿勢でまず動画に臨まないといけないっていう、まあこれね動画だけじゃないんだ、本当に仕事の本質もやっぱりそういうところにあるんだよね。まあつまりまとめると、やっぱね、くんはすげえってことだよ。まあ YouTuber のねくんっているんだけど、彼は本当にそれをねひたむきにやってるんだよな。昔のくんが良かったみたいなことを言うやつがいるんだけど、いやもちろん昔の楽しみ合わせ方もね良かったんだと思うんだけど、彼は本当に動画を見てもらってね、こうなんていうの、楽しんでもらいたいっていうやっぱ精神が動画に溢れてるんだよね。それはいろんな人、確かに俺が見てあんま面白くないなって思う動画もあるけど、それはでもなんだろうな、
でもこういう人たちが見れば面白いんだろうなっていうことは理解できる。だからこういう人たちをターゲットに、だからターゲットが変わってるだけだけど、それがねもう本当に手に取るように分かる。やっぱねそういう配信者はやっぱ伸びるんだよな、と思う。いやむしろそういう配信者じゃないと絶対に伸びないって言い切れる、YouTube ねそんなに甘くないんだ本当にね。人を楽しませるための動画発見機だから、あれは。それはね思いますよ。だからみんなね成功するために手段や道筋を選んだり、その本質的な意味で間違ってはいませんかっていうね、独りよがりな目標を立てていませんか、だからうまくいかない可能性もあるよっていうね。だから往々にしてね、お客さんを喜ばせるために何でもするっていう姿勢を持っていれば、逆に言えば成功するってことなんだよ。常にそういう風に考えた方がいい。まあお金はとりあえず二の次で、だからお客、それはなぜか、何かっていうと、お客さんの反応がを見て、ね、あの手この手でお客さんを喜ばせるっていうことがやっぱりね必要なんだよ。でってなったらだよ、やっぱりそれをこびてるとか、ね、そこまでして客を楽しませたいのお前は、ってそこまでして金が欲しいのかっていう人たちっていうのは成功しないってわかるんじゃないかなってね思うんだよね。そう言ってちゃ、そう言ってるんじゃなくて逆、やっぱりそれが間違ってて、ね、人を楽しませるために何でもするっていう前提がないと、むしろそう人は成功しないっていう、ね、ことだと思いますね。なんかねそれ本当にね早くに理解して、ね、そういう風に社会を斜に構えて見ないでほしいって思うんだよ。絶対うまくいかないから、それじゃこれもう 100% だと思うよ、だってその欲求自己満足なんだもんって思うじゃん。俺は歌で楽しませたいって、違うんだよ、歌しかないって人の反応を見て思う人が歌を歌えばいいと思うんだよ。歌しかないって思う人って相当歌が上手い人だと思う。だからどうやってって手段は選んじゃいけないと思う。自分の開発した技術でとか、だから人の言うこと聞くのはね喜ばせることじゃないんだよ。言うこと聞くことが全てじゃないんだよ。それはねそういうことじゃない、そういうことを言ってるわけじゃないんだよね。良かれと思って人をどうやって喜ばせるかっていうこと。だから俺も本当にこれはそういうことで損してる人のためにやってあげたいって思ってる、それを教えてあげたいって思ってるんだよ。いやそれが迷惑っていう人もいるんだよ多分、まあ、そういう人は見ないでって言えばいいけど、でも、そういう人最悪だよねとかっていう言い方もあんま好きじゃないし、そうじゃないんだよ。だからそれじゃ本当にうまくいかないと俺は思うんだっていうことを理解した上でどう変わるかっていうことを考えてほしいなって思って言ってます。はい、ちょっとね長かったんですけど、またねこういうのもやっていくんで、よかったらチャンネル登録してってください。